はい。ということで、えー、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。競馬論第47ぐらいですかね。はい。えー、まあ前回ね、えー、サツキ賞の展望をやりましたけども、えー、まあ今週サツキ賞以外にもね、えー、重賞ございますんで、そちらの方のね、えー、展望をしていきたいなというふうに思います。 えまずは土曜の阪神メイン、えー、アーリントンカップですね。えー、こちらの方、えー、予想していきたいなと思います。えー、まあ、アーリントンカップ、えー、NHK マイルのトライアル的な立ち位置ですね。まあ、実質で言うとトライアルではないんですが、えー、何やったっけ一着場だけ優先出走権やったっけかそんな感じやったような気がするんですが、まあ、ニュージーランドトロフィーと比べると、えー、やっぱこっちの方が若干ね、まあ、レースの立ち位置的には劣ってしまうということなんですが、 まあ、アーリッントンカップ、えー、こちらの方を予想していきたいと思います。えー、まあ、まずは予想ッつ見た感じで言うとですね、えー、想定一番人気はディスペランツーですね。はい。えー、まあ、予想つ3.2倍で、まあ、モレヒラジョッキー、ね、乗るんで、まあ、納得っちゃ納得ですけど、まあ、名前ぐらいは僕も聞いたことあるんですけどね。ディスペランツー、戦績で言うと、まあ、ホープ、全然そう、ホープフルで9着に敗れてるんですが、前層の一緒クラスで阪神のマイルで、 えー、一着で、上がり3波の33.1。ああ、なるほどね。ああ、まあ、これは確かに人気しますね。はい。うん、まあでも、重症級になるとそこまで勝ててないっていうのが、まあ、若干気にはなりますけど、確かにここのメンツーであれば上位ですかね。ね、二番人気想定がシバース。シバースはなんか知ってますね。はい。そう、木更木賞三着なんですよね。 で、まあ新馬戦は、えー、京都のマイルで、上がり三十33.8で買ってるんで、えぇ、ー、まあ距離、木更木賞からのもう一回距離短縮は、まあ問題ないかなと。えぇ、ー、木更木賞もね、えー、割と、えー、早い流れでしたし、まあ距離短縮でも全然問題はないかなと、えー、思います。はい。し <coughs> バスもいいですね。うん。で、3番人気想定が順番ゲット。これ知らんな。 えー、岩田未来ジョッキー。順番ゲット。ええー。あ、先月の三、半身の未勝利で、初出走で、一着で上がり3から三点4なるほどね。はい、はいはいはい。キャリア2戦目で、いきなり重賞ですか。なるほどね。で、しかも3番人気。ちょっと買いづらいところがありますけどね。どうなんでしょう まあちょっと、追い切り見てからですね、順番ットちょっと怖いな、いきなり買うのはね。で、この3頭が、おッつだいたい10倍以内で、離れて4番人気がチャンネルトンネル。えー、10.5倍。チャンネルトンネル10.5倍で買えるんやったら美味しいですけどね、割と。まあ、前走はスプリングステークスね、まあ、一応4着に終わったんですけども、あ、でもスプ、ドスロやったスプリングステークスで、 中段前目追走で4着か。うーん、まあ、大きく負けてもいないんですが、決して検討もしないですね。あーなるほどね。はい。チャンネルトンネル。うーん、まあ、最初見たとき美味しいなって思ったんですけど、戦すぎ見たらなんか微妙になってきましたね。はい。うん。 で、あとはね、もう知らんのですよね、なんか。アスクワンタイマー聞いたことあるな。はい。で、えー、オフトレイル。なんか、コントレイルみたいな名前ですけど、えー、オフトレイルはなんか聞いたことありますね。で、一周前追い切りで言うと、オフトレイルは非常によく映りましたね。まあ。キャリア4000にしようか。また、前走が、えー、京都のマイルで上がり3 0の3 3 7で、 一生クラスの、まあ、特別レースですけど、買ってますと。と、えー、いうことで。まあ、一周回り切りで言うと、オフトレイルと、もう一刀なんてかな。二頭ぐらいいいなと思うのがいたんですよ。そう。まずオフトレイルが、えー、立刀のウッドで、えー、ラスト11.3、まあ、強めに追われて、11.3、えー。11. えーまあ、非常にいい時計ですね。はい。 で、あと、あ、そうそう、順番ットそう、よかったんですよ、追い切りの時計。えー、一周前ですけど。えー、一周前、追い切りが、えー、立トのウッドでいっぱいに追われて、上がり3波の11.3。えー、合わせ馬で、ジャスティン・ミラノと合わせ馬してるんですね。ジャスティン・ミラノには遅れたんですが、もう一頭なんか、オープン馬と、えー、合わせて、合わせ取ったみたいで、そのオープン馬には、えー、先着したと。えー、いうこと考えると、まあ、え、まあ、このアーリントカップレベルであれば十分通用する、えー、馬では、 あるかな、というふうに思います。はい、まあ、追い切り、一周回追い切りの時計で言うといい、いい感じやなと思ったのはそんなとこですかね。はい。えー、で、あとはね、あと、名前知ってるまで言うと、どの馬かな大気板クールは聞いたことあるな。穴馬ですけど。大気板クールは、あ、そうそう、ファルコンステークス、そういや、出てましたね。で、上がり3分の34.2で、全体3位の足使ってるんですよね。 フューチャリティも出てたか。ああまあ、この馬に関しては、僕、的距離は専用ような気がするんですけどね。戦績見てる感じでも。マイルはちょっと長いんじゃないかなというふうに、えー、思うんですが、まあどうなんでしょうかね。うん。それぐらいかな、名前知ってんのは。あ、なんか、ワールズエンド、もう世界の終わりっていう、えげつない名前がいますけど。はい。えー、あとはそうですね。 まあ見るとしたらやっぱり阪神マイルの実績ですね。まあここ大事になってくると思います。まあ大体、そこまでキャリア、デビューしてからあんまり走ってない馬が多いんで、えー、まああんまり距離実績で言うと抜けた馬いないんですが、一、えー、番人気ディスペランツァが阪神マイルで一勝してますと。複数回走っているのがそもそもおらんっぽいですね。で、えー、11番人気シンドリームシーンも、えー、阪神マイルで、えー、未勝利勝ち。 え、で、順番ゲットが、えー、阪神マイル未勝利勝ちでそのまま来ていると。まあ、戦績、臨戦過程考えたら順番ゲットいいですね。はい。あとは阪神マイルで、そもそも馬券になった馬すらいませんね。はい。いや、それがちょっとここ予想難しそうな感じがします。はい。まあ、人気はなんか割と硬そうな気もするんですが、飛びそうな気もするし。 だからね、ちょっと今週、勝負レースをどっちにするか迷いますね。今戦模様のサツキショーか、まあ、それか、まあ、例年、例年のように荒れそうな、例年ずっと荒れてるアーリントンカップ。ね、どっちをね、えー、どうしようか迷うんですが。まあ、ちょっとまだ迷ってますね。はい。で、えー、まあ、一応ね、土曜日ね、もう一つ G1 あるんですよ。中山グランドジャンプ。えー、G1 あるんですけど、 ちょっとここは分かりません、正直。僕、障害一切見てないんで、ちょっとグランドジャンプに関してはちょっと分からないということにしておきます。はい。えー、で、えー、すいません。そこで、日曜日ですね。えー、サツキショーありますが、その裏でですね、アンタレスステークスございます。えー、阪神のダート1008ですね。えー、こちらの方も予想していきたいなというふうに思います。えー、まあ、ハギノアレグリアスがね、 えー、抜けて一番人気想定ですね。えー、予想オッツ1.9倍ということで。まあ、確かにね、まあ、実力で言うとこの馬は割と抜けているかなとは思うんですが、まあ、たし、まあ、確かにね、シリウスステイクスめっちゃ強かったんですよ。3走前の。ただ、チャンピオンズカップで6着に敗れてるんですよね。まあ、確かに終始外を回るロスはありましたけども、えー、ま、ハリノアリウレス。まあ、6着を掲示板外してるんですよね。そこがちょっと気になるかなと。 まあただ前奏のダイオライト記念で3着に来てるんで、まあ、ただ2番人気で3着、まあ、不良馬場で、あと2400でね、えー、まあ来てますから、まあ距離短縮は間違いなくプラスになってくるんじゃないかなと。で、今週そこまで天気悪くもなさそうなので、まあ両馬場で行くんじゃないかなと、えー、いうことですね。<laughs> まあ、萩野アレグリアス、まあ来てもおかしくないんですが、えー、勝つかって言われるとどうかなというのが僕の中では正直ありますけどね。うん。 で、えー、2番人気想定がビクティファルス。僕はこっちの方を本命にしたいなというふうに、えー、思いますかね。はい。え前走は、えー、確か東海ステークスでしたっけね。あ、そうですね。東海ステークス。4番人気3着。えー、まあ僕はこの時ね、えー、ウィリアム・バローズを軸でもうオメガ・ギネスは、どうせ来るやろうということで、ウィリアム・バローズ軸のワイドで行ってたんですね。はい。 で、ビクティファルスも入れてということで、えー、まあ結果見事に3直にビクティファルス飛び込んできてくれたんで、まあワイドが的中したんですけども、えー、まあ、まあそういう馬ですし、まあ、ビクティファルスはどっちかっていうと、僕のイメージですよ。イメージですけど、ババアが若干荒れた方がいいかなと、とは思いつつ、まあ前走のね、えー、実績考えたら、まあビクティファルスの方が、まあ軸にするにはいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。 で、3番人気想定がミッキーヌチバナ。なんか、この馬の名前はよく聞くんですけど、あんまりよく分かってないんですよね。えー、ミッキーヌチバナは、あ、東海ステークス7着か。なるほどね。はい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 。うん、まあ、そこまでですね。で、4番人気想定が帝王ドレフォン。ダートで言うとね、テソーロとか帝王とかがなんか買いたくなる、えー、感銘ではあるんですけど、 まあ、ただ、重賞は初挑戦ですね、この馬。まあ、前走は、えー、中京のオープン。で、あと1008で勝ってますと。で、上がりも最速36秒。あ、これいいですね、割と。えー、あとは、名前聞いたことある馬で言った。あ、栗のドラゴンなんか聞いたことある感じ。あと、ゲンパシルシアもなんか聞いたことありますね。で5番人気想定、スレイマン。スレイマンスレイマンは聞いたことないかも。 うん。あとは、唐節なんかも聞いたことある。ニューモニュ,ーモニュメントも聞いたことある。力さんトレイも聞いたことある。あ、そうそんな感じですね。ちょっとあんまりダートはね、僕もあんまり見てないんで、えー、ちょっと、わからない部分もあるんですが、まあやっぱりここは大事なのは、えー、適正ですね。えー、阪神ダート1008。で言うと、エナ発砲。エナ発砲が阪神ダート10083012。え、これいいですね。 えー、で、栗のドラゴンが半身だと0323。はい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 。k i パープルが一応2勝はしてますが2004なんで。えー、はぁ、あ、はぁはぁはいはいはい。って感じですね。で、あとはそうですね。あんまり、ダート戦、半身ダート戦足あ、えー、当節が121211。 当節いいですね。で、馬券圏内外してないんが、ハギのアレグリアスあ。確かにこれは人気しますね。阪神だと1八で一8で1200なんで。で、シリウス・ステイクスもね、阪神だと2000メーターで買ってますからあ、確かにね、これは人気しますね。はい。うん。で、あとは、なんかこれもいいな。あミッキーの千葉のいいですね。阪神だと1八8だけやと3151。 スペシャリストやないです。阪神ダートの。これは軸に最適じゃないですかこんだけ走るんやったら。って思うんですけどね。で、ラインオブソウルが3014。こちらも参照してますね。まあ、それで言うとビクティファルスは阪神ダート1008未経験なんで、まあ確かに未知数なところはあるんですけど、まあ枠次第ですね。まあ、味。まあ、 ハギのアレグリアスが絶好枠取ったらもうハギのアレグリアスを本命にせざるを得ないっていうかね。で、逆に、ビクティ・ファルスが良いく取ったらビクティ・ファルス本命やし、えー、ミッキーの・の千葉なが良いく取ったらもうミッキー・の千葉な本命やしって感じですね。はい。まあ、追い切りももちろん見るんですが、まあ、1008ってなるとね、こういう微妙な距離はやっぱりね、えー、適性も出てくると思うんでね。まあ、追い切りも見つつ、まあ、追い切りでね、追って、いうタイム出した馬がいれば、 まあそう、当然そちらも気になるんですが。<laughs> まあ今のところ見てると、まあ一周前切りで言うと、低王ドレフォンが立冬のウッドでいっぱいで十ラスト一緒の11.3ですね。まあそれ以外はあんまり、おってなる馬、まあ、い,い,いないですね。まあ一応ミッキーの千葉も、えー、ポリトラックで追い切って11.2なんで、まあポリトラックってやっぱ時計出るコースなんで、 ええー、まあいっぱいに追われて11.2ですから、まあそこまで評価を上げる必要もないかなということで、アンタレスステークス、こちら非常に予想難しそうですね。まあなんか人気は硬い気もするんですが <coughs>、まあちょっと阪神のダートの傾向ね、え先週、大歌賞での時に僕、阪神で行ってたんで、えー、まあ見とったらやっぱ前があんま伸びないんですね。垂れるんですね。なんか見,見た感じ。割と差しが届くような馬場やったんで、 まあそれ考えるともう、ハギノ・アレグリアス、完全にね、えー、もう大本命になりそうな気がするんですが、まあそうですね、なんか、半身で、あとはここのとこなんか、後ろ、後ろが割と伸びてる気がしたんで、えー、まあ刺し馬の方からま積極的に狙っていきたいなと思います。まあビクティファレスもサシし馬ですけどね。ハギノ・アレグリアスも、まあ、サシまあどっちかっていうとサシし馬かなと僕は思ってます。はい。で、あとは、ミッキーの血花は、 えっと。まあ、後ろからかなミッキング島だもん。はい、そんな感じでございます。ということで、ちょっと長くなりましたけども、えー、この辺にしておきます。ということで、えー、本日の動画はこれで以上になります。良、えー、ければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、年内にね、えー、収益化目指しておりますんで、えー、どうかチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。えー、でですね、今後の、えー、動画投稿のパターンなんですが、<laughs> ま、あ一応、大学の授業も確定しまして、まあ、とりあえず、夏までは、今その時間割で行くんで、えっ、ー、とね、えー、月曜、月曜はね、えー、昼から、授業は昼からなんで、えー、っと、あの、重症振り返りね、え、ケー、K、バロの重症振り返り、あれはやれます。あれはできます。はい。えー、ま、ただ短縮バージョンになるかもしれません。はい。で、えー、っと、 平場予想ね、金曜にやってる平場予想なんですが、えー、っとね、金曜日がね、授業があったりなかったりするんですよね。訳 <laughs> わけからんこと言ってますけど、ほんまにあったりなかったりするんですよ。えー、なので、えー、もう不定期開催ですね、平場予想に関しては。はい。毎週やるっていうのは無理です。少なくとも2週に1回です。はい。えー、そんな感じで、えー、考えていただければなと思います。で、あとはね、え、まあ、あんまり空き時間見つけるのが難しいんで、えー、そうですね。うん。空き時間ほんまにないんで <laughs>、 あのー、もしかしたらね、えー、今週の重症展望はないかもしれません。はい。まあ、その、その点はご了承くださいということで。はい。えー、まあ、この重症展望実質ね、今日が最後になるかもしれませんが、えー、まあ、ご了承くださいということで。えー、以上、えー、今学期の、えー、投稿予定でございました。えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。